皆様こんにちは。名所古賀の滝が見事凍り、朝晩すっかり冷え込んで厳しい日が続いております。そんな折、先月寒さも吹き飛ばすような華やかな雰囲気の中、阿蘇市成人式が挙行されました。今年は396人の若者がこの雄大な阿蘇市において新成人となり、社会人の一歩を踏み出しました。式典で新成人の皆さんのしっかりした表情を見てみますと、非常に頼もしく、その若さあふれるパワーと情熱で大いにこの阿蘇市をリードしてほしいと願った次第です。私は挨拶の後に、ぜひともこの若さあふれる若者たちがこれからの自分の人生をしっかりと歩んでほしいという願いも込め、そして激励を込めて、実は小袋のつぼみの歌を歌いました。歌ったのはいいんですけれども、やっぱりあのメロディーはなかなか難しくて、歌ってる途中でちぐはぐになってしまい、歌詞まで忘れてしまいました。新成人の皆さんは答えるように手拍子で私の歌を聴いてくれましたけれども、何かしら逆に新成人の皆さん方から私が激励されているような、逆のような立場になってしまいました。恥ずかしい思いもしましたけれども、でもしっかりと新成人の皆さん方にはこういう経験もあるでしょう。やっぱり思ったことは大きな一歩を踏み出す、あるいは小さな一歩を踏み出す人でもいい、しっかりと自分の目標を向かって、そして前進をしてほしいということで、最後まで歌うことができました。笑いの中に和やかな成人式になり、本当にいい成人式ができたなと思っております。さて、本日私は1月4日に新築し業務を開始したばかりの内巻支所に来ています。内巻支所建設は旧庁舎の老朽化に伴い行いました。場所も移転しました。ここは内巻温泉街の中心部で交通アクセスの良いところです。同じ敷地内に保健センター、図書館、農村環境改善センターがありますので、これらの施設と合わせ複合した公共サービスを行うことで、市民の皆さんに快適な暮らしを提供していきたいと思っています。庁舎内はご覧のとおり木材をふんだんに使い、どなたでも利用しやすいようバリアフリー化に努めました。外観も観光地内巻のイメージにふさわしい色合いにし、植栽をふんだんに行い、街並み作りにも貢献できるよう工夫しています。内巻地区は市民の数、また希望を取りましても阿蘇市の主要な地域です。新しい庁舎が歴史感あふれる温泉街と自然との調和が魅力の内巻、さらなる発展につながるよう私たち職員一同頑張ってまいりますので、市民の皆様もどうかよろしくお願いをいたします。さて、最後に一つお願いがあります。この4月から始まる総合型地域スポーツクラブへの参加をお願いいたします。種目は9種目ありまして、ウォーキングや卓球、バドミントン、珍しいものではゴルフや乗馬もあります。どうか皆さん、スポーツで健康づくりに努め、明るく元気な毎日を
お過ごしください。